美食研究会のあかりです。これから一緒に美味しいものを食べに行きましょうか。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。ご主人様と一緒に本の中の物語、説明や解説が怪我をされた方はいらっしゃい、怪我をされた方はいらっしゃい、ゲヘナ学園給食部の ここが今回のアルバイト先か。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。説明や解説が必要なら私に任せてください。小さいからって舐めないで、将来性はものすごいんだから。お祭り運営委員会の静子です。これからよろしくお願いしますね、先生。はいはい、そうですよ、営業用のセリフです。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。私が来てもよかったんでしょうか？邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。小さいからって舐めないで、将来性はものすごいんだから。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。試練が怖いとき、怪我をされた方はいらっしゃい、お会いできて嬉しいです。試練が怖いとき、怒ってないから。ごきげんよう。クロミセリカよ。怪我をされた方はいらっしゃいますか？
正義実現委員会1年生真白、お呼びがかかりましたのでこちらに。未熟者ですが、いついかなる時もベストを尽くします。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。説明や解説が必要なら私に任せてください。怒ってないから。ゲヘナ学園9、本の中の物語。試練が怖いとき、試練が怖いとき。あん、たく、結局見つかっちまったか。こうなった以上手伝うしかねえな。全ての出会いは必然。これからどうぞよろしくお願いします、先生。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。夢かと思った。私の名前は明城ルミ、仙外郷高級中学校の現部紹介で会長をやってるんだ。気軽にルミって言うんでね。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。